JA フジーズ南寸見聞録。南寸見聞録前編では長泉町の足高牛牛舎にお邪魔しました。生産者の加藤克美さんから足高牛について教えてもらいました。まだ前編をご覧になっていない方はぜひご覧ください。後編から JA 担当者にも参加してもらいました。 JA のサポートはいかがですか？出荷であったり半期に1回血液検査とかやらせてもらってるんですけど、そちらの段取りをしてもらったりとか除覚作業であったりとかも手伝いしていただけるので、とても助かっています。今後 JA としてどうサポートをしていきますか？参加としてもこれから足高牛出身協議会生産者の経営安定向上を目指せるように引き続きサポートに取り組んでいきたいと考えております。 JA では足高牛生産者の要望に応えデジタル化取引を行っています。デジタル化取引についても詳しく教えてもらいましょう。デジタル化取引とは何ですか？競り前日に担当者が尾形食肉センターに向き、お肉の写真を撮っております。写真をスクリーンとタブレットに落とし込み、生産者と購買者がそれを見てデジタル化取引を行っております。デジタル化取引を導入してどのように変わりましたか？購買者さんと生産者さんが現地に赴く必要がなくなり、経費と時間削減につながっております。それらによって生産者は飼育に力を入れることができ、購買者さんは購買に力を入れることができるようになって、消費者の皆様に美味しいお肉を届けられるようになっております。生産者と購買者の皆様、これからも美味しい足高牛をよろしくお願いします。続きまして、美味しい足高牛が購入できるお店をご紹介します。南寸ファーマーズ4店舗では足高牛を販売しています。新鮮野菜と一緒にぜひお買い求めくださいね。その他の足高牛取扱店はこちらです。詳しくは足高牛推進協議会のホームページをご確認ください。さらに JA の公式 YouTube で足高牛を使った美味しいレシピをご紹介しています。こちらもご覧ください。JA フジーズの足高牛。食べてねー。